さあ今週も始まりました各駅さハメジュン、本日もリモート収録でお送りしていきます。オンライン喫茶ハメジュンになりつつありますね、確かに。それではお呼びしましょうか。 お二人聞こえますか。はい、聞こえます。こんにちは。こんにちは。ダイランドスマッシュブラザーズをやっておりますザクレです。はじめまして、プロトバナムです。まあ、ザクレさんと同じスマブラをやっております。今週はダイランドスマッシュブラザーズスペシャルで活躍するザクレ選手、そしてプロトバナム選手のお二人に来ていただきました。1人目のお客様は2回目のご来店となるザクレー選手。反応速度の速さや操作技術の高さを持ち味に、若干18歳ながら国内外で活躍するトッププレイヤーです。2人目のお客様は初のご来店となるプロトバナム選手。丁寧な立ち回りと攻撃時の火力の取り方に定評のある武器な使いとして有名な強豪プレイヤーです。2020年を簡単に振り返っていただきましょうか。やっぱり大会なかったですよね、最初2月とかに大きい大会があって、それ以降はもう大会がなくて、ここ最近はちらほらと小さい大会なら開かれるようになっていて、また緊急事態宣言が出ちゃったんで、またしばらく多分大会はないとは思うんですけど、ここ最近はちらほらとやってましたね。大会はドフ大会が消えてしまったっていう事実が結構きつくて、自分の存在を結構アピールしたかったんですけど、アピールできなくて結構辛い日々でした。プロになられたのが今年1月なんですよね。今年1月ですね。オフ大会があまりないような昨年、何らかの功績が認められてプロになったってことですか。コロナが流行る前の成績を評価していただいて、それでなるまでめちゃくちゃ時間かかったっていう、ね、かかったんですよね。うわー、これは大変な。じゃあ気持ち的にはもういっぱい大会出て結果出していくぜっていう矢先だったから。そうですね、ちょっと練習するっていう時間が長すぎて、ちょっと披露したいんですけどなかなかできないっていうのはやっぱきついですね。スマブラ以外のゲームとかやってたりしました？あ、やってますね、もうたくさん。まあ、スマブラ自体が、まあ、僕はオフラインを主流にやっていて、やっぱどうしても練習できない環境にある時間が長いんで、そういう時に別のゲームやってましたね。何されてたんですか？僕は RPG とか、あと他の格闘ゲームとかもやってましたね。他の格闘ゲーム、まあ、気になる。まあ、結構ちらほら言ってるんですけど、僕は鉄拳を前々から触っていて、それをしばらくやってましたね。あの鉄拳プレイヤーの大会にもね出場されてましたよね一回呼んでいただいてお邪魔したことがあります。プロトバナムさんはなんか他のゲームに触るような機会ありましたか？結構教えるのが好きだったので、他の方も、まあ、多分大会に活躍するために力を多分蓄えてると思ってて、その人たちの、まあ、手助けをするために、教えるのをベースに頑張ってました。オフライン大会が減ったことで、むしろその練習時間が増えたという話も上がっております。そのあたりはいかがでしたか？プレイ時間自体はそんなに正直増えていないんですけど、動画を見たりとかっていうその研究の部分がかなり進んだからっていうのは自分でも感じてますね。なるほど。自分にはないスタイルができるようになったっていうのがまず変わったことですね。せめてなんかスピードを上げて、なんか相手が反応できないスピードでなんか押し倒すプレーしかできなかったんです。かっこいい。それが守り主体の動きができなかったので、まあ、動画とかいろんな方に教えてもらって、ちょっとずつできるようになってきたので、いい感じに、まあ、攻めも守りもできるんじゃないかみたいな。じゃあ結構その2020年でプレイスタイルが変わったっていう感じなんですね。関係性についても聞いていきましょうか。プロトバナム選手がなんで言ったらいいかな、なんかこっちから言ったらもう幻の存在で、幻の存在、まあ、オンラインではかなりなんか名を聞くプレイヤーではあったんですけど、なんかオフ大会にはあんまり出てこないみたいなプレイヤーだったんですけど、いきなり来て有名な名だたる強豪を倒して大きな結果を出して出てきたんで、そういう印象が深かったですよね。プロトバナムさんは他の選手との交流とかは結構あったんですか？学校だったり職場の仕事だったりいろいろと掛け持ちが多くて、まあ、大会に出てこなかったっていうのがあって、でオンラインでしか動いてなかった、オフ行き出して、僕にとっては徳井さんはもうスコマの上の存在だったので、もうずっとウェブラを優勝されてて盾だったんで、そんな方に一目置かれたっていうのはすごい嬉しい。
お二人の直接の出会いはいつぐらいだったかって覚えてます？前作スマブラ4の後期に、スマブラってなんか独特の文化なのか、タコフっていうのはありまして、出たタコフ、多分同じ場所に偶然居合わせたのかな、でフリーしたのが最初ですかね。その時の会話とか覚えてます？会話はあんまり覚えてないですね。いや、やっぱね、雲の上の存在の方が覚えてなくて、そうじゃない方が覚えてるんですね。よくあるパターンなので、ウロとバナムさんがどういうその初対面のイメージを持ってるのか、ちょっとどこかの大会でちょっとチーム大会があって、よく見てますって言われてて、意見割れてんなこれ。すごいドキッとして、こんなすごいプレイヤーに見られてたのってすごい光栄だったんですよ。その当時は僕ツイッターフォロワー500だったから、ザクレさんは1万とかも2万言ってて、その方にうまいねとか言われて超嬉しかったっていう、お互いがお互いをどんな風に思ってるのかもっとちょっと知りたいな。トレートバランスについて落ち着いた感じというか、まあ、すごい優しい感じなんですけど、まあ、さっき自分でも言ってたんですけど、スマブラのプレイングが結構マジ攻撃的で、言ってましたね。なんでもうそこのギャップはありますよ。攻める自分のスタイルのことを相手を押し倒すって言ってたもんね。言ってました。そのスマブラを心の底から楽しんでるっていうのを全面的に出してて、こっちも楽しくなるんですよ。プロになるとやっぱり義務感みたいな感じが多分生まれやすいと思うんですけど、どんな場面でも楽しんでてスマブラを愛してるっていうのがもう伝わってて、バカバカしい発言が多くて、表裏ない発言をしてくれるんで、すごいスッキリするんですよね。バカバカしい発言ってどんな、ここいいとか、ここちょっとあれだったよねとか、すげえズバッと言ってくれる。結構それなかなか他の人にできない。そうだね。しかもさ、そこまではっきり言ったら多分ムカつかないよね、言われた側も。俺ザクレ君にすごいスッキリします、下手くそっすねとか言われてもすいませんって思うもん。下手くそっすねは言わないっすよ、さすがに。そして昨年末なんですけれども、新ファイターがこうね参戦して大きな話題になりました。知ってる？はい、もうめちゃめちゃ知ってます。セフィロスですよね、大好きな FF の。お二人セフィロスはもう動かされてますよね、きっと。はい、たくさん使ってますね、はい、僕大好きやん。ぶっちゃけどう強い？いや、僕そこそこ強いです。そこそこ強い。はっきり言ってくれますね。いや、知りたい知りたい知りたい。マジで剣が長くて、そうリーチが長いけど近くに寄られたらきついっていう、まあ、すごい分かりやすいキャラクターなんですよね。近づかれた時の弱さは結構このゲーム屈指ぐらいで、いかにも何でもできますみたいなビジュアルしてて、何でもできますみたいなビジュアルしてて、近づかれたら本当にきついキャラ。聞いた話だと、セフィロスの体重はカービィと同じと聞いて、嘘だろ。めちゃめちゃ軽いんですよ、めっちゃ筋肉ついてて、すげえ高身長なんですけど、カービィとかピカチュウとかと同じ体重ですね。吹っ飛びやすさがってこと？吹っ飛びやすさが同じなんです。プロトバナム選手はこうセフィロスをプレイしてみていかがだでしたか？やることは結構明確で分かりやすいんですけど、完成した時は剣長いな、剣を先端でブンブン振ってればいいかなっていう、分かりやすいのかなと思ったら、意外と掘り下げたら、いや結構中間を意識してクリッカルを狙ってっていう、なんか繊細なギャラなんだ、ギャップがもうびっくりしました、ね。セフィロス追加とともに、まあ、またバランス調整も行われたりというところあったと思うんですけども、お二人の注目キャラクター、ピットと、あとブラックピットですよね。この2人がダッシュファイターとしているんで、うん、この2人が僕のおすすめですね、はい。アップデートで強化されたんですよ、ピットが。どんくらい強いかっていうと、10点満点中 4、5 点ぐらいの。めちゃくちゃはっきり言うじゃん。今はもう10点満点中 7、8 点は硬いんじゃないかなぐらいの強さに。めっちゃ上がった。そう、基礎に従順で、いい技も揃ってるみたいなキャラクターで、うん、まあ、今のところ使い手ってそんなに多くはないんですけど、今後大会が増えるにつれて強いプレイヤーがどんどん出てくる可能性を秘めてるぐらい強いと思います。私はディディコングってキャラですね。ディ前作から結構強いファイターだったんですけど、アップデートでされて、なんか結構前作ほどではないですけど強くなって、でしかもでもディディコングってバナナを出せるんですよ。なんでアイテムをない状態でいきなりアイテムを自分だけ出せる状況を作れるんで、バナナ持ってるのにつかみもできるみたいな、組み合いがかなり相手に振動させるっていう強みもある上に、あの機動力も高くて、まあ、自由度も高いんで、プレイヤーさえ出れば全然
上に来るだろうなって、伺いたいのはやっぱりメインにしてきたファイター、やっぱりザクレーといえばロボットですよね。ロボットはもともとかなり強キャラではあるんですけど、相性も大きく出るキャラなんで、うん、まあ、弱体化も強化も来ないだろうと思っていたら案の定来なかったので変わらずですね。僕はルキナとメンメンっていう、まあ、キャラクター、まあ、メンメンはダウンロードキャラクターを使ってまして、うん、まあ、ルキナを今まではずっと前作回して6年も使って、うん、まあ、剣一本でやってたんですけど、まあ、どうしても粉目で安定しないなってなって、飛び道具キャラに近いキャラ欲しいなって探せた時にそのメンメンが出てきたんで、まあ、メンメンでその粉目を安定させた上でなんか要所要所でルキナ出せればいいな。プロっぽい話聞いてるとそろそろ2人の対戦見たくなってきちゃったんだよな。ザクレイ選手、プロトバロン選手、はい、対戦お願いしてもよろしいですか。お任せください。ザクレイ選手とプロトバロン選手のエキシビションマッチ、第1試合はメインファイター以外で激突です。こういう、ね、番組等のエキシビションマッチとはいえの、まあ、一応こちらもプロでやってますから、やっぱ全力で勝たせていただきます。初プロでやって初めての対戦だったので、これで、まあ、花を持たせてあげる。なんと、まあ、ザクレーはセフィロスを、そしてこれプロトバナム、クラウド。いや、もともと使ってたキャラクターでしょ？マジか。スマブラ上で行われる FX7 の主人公対ボスの対決。ね、うん、ポケモンのステージで選べてるのそのポケモンのステージでねそしてルールは3ストック制1試合選手です。セフィロスかっこいいんだが駆け際に追い詰めてかっこいいです。本当にパーセント稼いでいるのはザクレーのセフィロス。バナムはしかしここパーセンテージの、ね、差がかなり今あります。あ、マク復帰。しかしザクレプロトバナムのクラウドを癒しながら、セフィロス置きが機能してたので石を見事に。まずは1ストック目クラウド、プロトバナムが落下してしまいました。ガードから上の空前という続き、そしてこれ先行カウンター技。リミットゲージが止まっているぞ。こういう技を使える状態。これはプロトバナムさん、セフィロスとの対戦経験サムネのリーチを生かしてちょっと困ってんじゃない。プロトバナムも圧倒しています。ザクレまだここでちょっとセフィロスかっこよすぎるだろ。あ、1これでなんとか撃墜です。ステージの中央、プロトバナムとしてはこのストックは取り返さないと。ザクレイはリーチをかけています。崖からうまく緊急感じ出す。うわー、先行うまくカウンターした。闇当たってんな。プロトバナムの蓄積はなんと 94% まで。崖なんとか掴んでいる。緊急限りうまく崖を掴んだ。上からおー、うまいぞ。戻ってきたところをセフィロスを見事撃墜したのはプロトバナム。しかしこのダメージの蓄積が差がかなりあります。プロトバナムは 115% 射標スライディング、緊急回避逃げてくる。着信成功、先行通射だらん、宇宙した。うまいぞ、なんとか崖から脱出。まだあるんじゃないかこれは。リミットゲージも溜まっています。プロトバナムクラウドリミット、まあ、ここは使ってパーセンテージを稼ぎました。お互いにスライディングを持っている。うわー、今日クリティカルヒット。まずはザクレイ・セフィロスが見事に勝利を果たしました。続いて第2試合はメインファイターを選択。ザクレイ選手のジョーカーとプロトバナム選手のルキナで勝負。このルキナはまあ剣を持っている、非常にスタンダードな技をたくさん持っている
キャラクターとなっています。ファイター、まずは画面ステージの中央パーセンテージをお互いに稼いでいきます。このジョーカー動きが速い、掴んで崖に追い詰めていく。フロトマダムのルキナのパーセンテージが止まってきました。さあこの熱い崖にはここは届きませんでした。上必殺での復帰を狙ったんですけれども、そうだね、復帰は難しそうだもんな。警戒しすぎたか。繰り返したいプロトマダム。ここでアルセール出てきた。まだまだ強化される。掴んでアルセール込みの追撃。プロトマダム崖際消えるか。うまくお互いに返ってくる。早い展開です。うまい引き出して、いやこれは潰した。でアルセーヌがいなくなりました。うまくタイミングをずらして帰ってきたプロトバナム。パーセンテージかなり溜まっているぞ。あと一つ撃墜したいところ。だが掴んでいるのはザークレイ。崖際の選択肢帰ってきた。飛び道具これは帰れるか。帰ってきた。しかしうまい、シールドの後の反撃でザクレがミストクイッキーに取ってきました。ちょっと同じ展開になってきたぞ。とにかくまずは一速奪い取りたいところ。接近戦非常に速い展開が続いています。うまっ投げながらフロートバナのルキナのパーセンテージが少しずつ溜まってきます。まだ撃墜には至らない矢崎は帰ってきたのか。ステージ中央に戻る。しかしここでマイクアルセーヌが出てきたぞ。2回目の入ってきた。おっとどうだ、ここでようやく1ストック。アルセーヌクレーモートバイバイパーを撃墜することに成功。しかしプロトバラムもうかなりのダメージが蓄積しております。中央です。100% 超えちゃってるのはかなり回避してから連続につないでいく。さあ崖の外に出せるかアルセーヌが登場。ここは警戒しながら上に送ってきます。ここだ、おお、うまく判決きさせた。この崖際自分もね、ここでザクレ2ストックを残して見事勝利を果たしました。お見事、おめでとうございます。それでは戦いを終えての感想を伺っていきたいと思います。いや、いい流れ作れましたね今回も。ジョーカーがね、立ち回りが強くて一旦取った時に、はい、ターン継続をして勝つキャラクターなんで、まあ、それがよくできたかなと思います、うん。最初の方がずっとターンを握られてて、もうそれを崩せなくて、3スタック目でようやく崩せたけど、やっぱりまだ対応されてしまって、また崩せなくなって勝てないって感じだったんで、もうちょっと攻めれるように。初級者いつかの格ゲー修行、格ゲーレッスン。今回の先生はおよそ1年ぶりとなる桃地先生。いつかは成長した姿を見せられるか。前回は桃地先生にそのマイステスクリューを教えていただいたんで、それができたらなって思ってます、はい。あの、自分いつかちゃん の個人配信とかもたまに見たりしてるんですけど、恥ずかしい、ありがとうございます。かなり上達してるのはもう知ってるあの、すごい今日楽しみにしてます。今週もいつかがランクマッチに挑戦。桃地先生にいいプレーを見せたいところですが、いやでもこれすげえ、シルバーブロンズの対戦とは思えない、かなりじっくりと治療戦でお互いやってて、飛ばねえのかよっていう。飛ばないということは大パンが使えるからね。いつかちゃん頑張って。そうそうそう、大パン使いますよ。ああ、いいストーリーですね。うまいな、バイクうまいな、うん、これ重なってるから。あ、中パンだと大丈夫ですよ。怖
この勇気シルバーのプレイじゃないんだけど。いや本当だよね。上級者の戦い方になった。うん。しかもヘッドバトル叩き落とす。おいよ。これ本人がプレイしてる？絶対。いや絶対プレイ内容いいもん。おし、あ、残った残ったよ。まだ一瞬。あー手裏剣がしゃあないしゃあない。持ってるより全然強いわ。レベル高いっすよね、うん、いやレベルかなり高いっす。ほらね暴れダックスクリュー。あいいね上出てる。わかった。いつかさん家だと家だと落ち着いてプレイできるタイプだ。うん、なるほど。配信中たまにめっちゃ怒ってますよ。俺が見た時は大体怒ってますね。俺が見た時も大体怒ってます。あ、これいけるか。もういいよ、もういいよ、いいよ、いいよ。気をつける、偉い。ちゃんと切り替えて。全然怒ってない、全然怒ってない。1ラウンドずつを取り合っていよいよ最終ラウンド。多分相手の攻めがうまいな。あんまり見ないライダーの掴み、うん、なるほどね、そういうこと。もうくそ、どっちもゲージ抱えて言われちゃったんだね、うん、どっちのラウンドも。そうかそうか。ありがとうございます、はい、試合こそ負けてしまったんですけど内容はすごい良くてなんか自信持っていいのかなと。あとやっぱいつかちゃんがそう真面目ですよ。プレイがすごい綺麗で、はい、真面目だったんでテオリーを無視するようなことをちょっとやって攻めとかは特にそういった裏切りとかはやってもいいかなと思うね、はい、その裏切りとかその不真面目さをプレイに出すっていうのが、はい、なんかやっぱちょっとよくわからなくて、はい、EX のスクリューが、はい、あれが投げ無敵を、はい、がついてるんで、はい、相手が投げてくるなって一点読みしたらEX スクリューやっちゃってもいい。あでもこの1点4ってすごい難しいんですよ。相手が何をやってくるかっていうのを読めないとできない行動なんで、投げてくるなって思ったら EX スクリューをやるとかはたまにやってもいいのかなとは。もう基本結構できてるんで、はい、そうなんですよ。本当にしっかり立ち回りもできてて、大丈夫なんですよ、うん、対空もしてるから1点読みをするっていうのは特にザンギはそういうキャラクターなんで、そういうのを混ぜると今やってることとバランスが取れてより強くなるのかなって思いました、ね、はい、ちょっとだけ不真面目、はい、やってみて、はい、はい、ありがとうございます。本日も閉店のお時間となりました。いや今回2回目の来店させていただいたんですけど、まあ、今回もめちゃめちゃ楽しくやらせていただきました。ありがとうございました。とても楽しかったですね。こういう場所ってあんまりなかったんですけど、まあ、皆さん意気わいわいやってくださって、まあ、押していただいて、そう楽しかったので、また機会があれば行きたいです。本日のお客様は、ザクレ選手、そしてプロトバナム選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。次回は、鉄拳セブンを特集。ゼウガル選手とディーア選手がご来店。お楽しみに。